全国女子駅伝速報都道府県対抗新春の京都9区間を制すのは2022年1月16日12時16分新春の京都でたすきをつなぐ都道府県対抗の全国女子駅伝は午後0時半に京都市の竹菱スタジアム京都をスタートし フルマラソンと同じ42.195キロのコースを中学生から社会人までの9人のランナーがタスキをつなぎます。各区間の結果などを随時更新してお伝えします。コースと見どころ1区6キロメートル スタートの竹菱スタジアム京都から西大路通りを北に向かって走る6キロのコースで終盤の上り坂が勝負のポイントです。注目は東京オリンピックの1500メートルで日本選手初の入賞となる8位に入った兵庫の田中望実選手。 全国女子駅伝に中学2年生から7年連続で出場してきましたが、高校以降は区間トップの記録を残せておらず、チャレンジャーの気持ちで純粋に楽しみたいと意気込んでいます。また、石川のご藤りの選手は、去年11月の全日本実業団女子駅伝で、 1>, 1万メートルの日本記録を持っている新谷瞳選手に競り勝ち、区間新記録をマークしました。この区間の最高記録は2020年に長崎県の広中理香選手がマークした18分39秒です。2区4キロメートル。 ニ区はカーブが続く4キロのコースで2009年の大会では北京オリンピックに出場した兵庫の小林優奈志吾さんが大会史に残る29人抜きの回想を見せ12分7秒の区間新記録をマークしました4年ぶりの優勝を目指して先行逃げ切りを狙う兵庫は 1>, 1区を走る田中選手の高校の同級生で、現在も同じチームに所属する後藤夢選手を起用してきました。3区 3km、京都御所沿いの3キロのコースで中学生が出場します。千葉の今西さよ選手は3 0 0 0ルのタイムが出場する中学生の中で、 最も早く将来を有望視されています。また、ママさんランナーとして注目を集め、北京オリンピックに出場した赤羽雪子さんの長女、優内選手も出場します。この区間の最高記録は、2013年に大阪の高松持無線美選手、 そして2019年に千葉の南日向選手がマークした9分10秒です。4区4キロメートル、銀閣寺のそばを走るコースで後半の上り坂が勝負を左右します。群馬から出場する拓殖第1年の不馬聖依選手は先月1万メートルで日本歴代2位のタイムを出し、 大学駅伝でも従来の記録を大幅に更新した期待の申請です。今大会は連戦の疲労も考慮して比較的距離の短い区間での起用となりました。4区には先月の全国高校駅伝で優勝した仙台育英高校のエース米沢奈奈高選手も出場し、 実業団や大学生を相手にどんな走りを見せるか注目です。また、リオデジャネイロオリンピックのマラソン代表で、今大会最多17回目の出場となる徳島の伊藤舞選手も、この区間でたすきをつなぎます。この区間の最高記録は、長崎の ヒ中理カ選手が2018年にマークした12分32秒です。5区4 1 0 7 5キロメートル区は折り返し地点の京都国際会館までを走る4キロ余りの区間です。仙台育英の山中夏実選手や兵庫の須磨学園の同性愛者選手など、 高校生ランナーたちの激しい争いが期待されます。この区間の最高記録は1995年に宮城の五十嵐妙子選手、そして2020年に京都の三原あずさ選手がマークした12分53秒です。6区 4.0875km、 区は折り返し地点を過ぎて最初となる4キロ余りのコースで白川2を南に降ります。歴代の優勝チームはいずれもこの区間を終えた時点で5位以内につけていて勝負のポイントになる区間です。前の5区と同じように実力のある高校生たちが揃いました。京都から出場する立命館。 宇治高校の村松傑選手は、おととし7区を走り、区間記録に並ぶ構想で、優勝に大きく貢献しました。この区間の最高記録は、2016年に群馬の筒井咲穂選手がマークした12分37秒です。7区4キロメートル。 7区は鴨川を渡るまでの4キロの区間です。鹿児島から出場する上村学園のエース、久保心優選手は優勝候補の一角として臨んだ。先月の全国高校駅伝では1区で17位と出遅れました。同じと王子での大会に雪辱を期して臨みます。 全国高校駅伝で上位に入った大阪薫英女学院の明海祭野洋選手や立命館宇治高校の細谷愛子選手も力のある高校生ランナーです。この区間の最高記録は2007年に京都の小島和恵選手、そして2020年に京都の村松傑選手がマークした。 12分21秒です。8区3キロメートル8区は3キロのコースで中学生が出場する2つ目の区間です。福岡の川西道選手は去年の全国中学選手の女子 1500m で優勝した期待の逸材です。この区間の最高記録は2009年に 京都のキューマ萌選手、そして2016年に同じく京都の村尾彩香選手がマークした9分41秒です。9区1 0トルアンカー区間の9区は最も長い1 0キロで中盤以降に下りが続くコースを走ってフィニッシュの竹菱スタジアム京都を目指します。長崎の 弘中里香選手は東京オリンピックの1万メートルで7位に入賞していて、同じ距離の区間での回想が期待されています。また、鹿児島の人山真央選手もマラソンで、京都の安藤由香選手も1万メートルで東京オリンピックに出場しています。そして、オリンピックに4大会連続で出場し、 今月限りでの現役引退を表明した39歳の福士加代子選手がふるさと青森のアンカーとして自身が18年前に区間新記録をマークしたこの区間で最後の駅伝に臨みます。この区間の最高記録はその福士選手が2004年にマークした30分52秒です。 各チームの過去最高順位。1、北海道、15位。二青森、17位。3、岩手、18位。4、宮城、1位。優勝1回、1995年。五秋田、22位。6、山形、3位。7、福島、4位。8、茨城、2位。9、栃木、10位。10、群馬、2位。 11、埼玉1位、優勝1回、1998年。12、千葉1位、優勝3回、1983年、1985年、1994年。13、東京3位。14、神奈川1位、優勝2回、1987年、2013年。十五山梨、十一位。 16、新潟、11位。17、長野、4位。18、富山、14位。19、石川、10位。20、福井、15位。21、静岡、5位。22、愛知、1位。優勝2回。2016年、2019年。23、36位。24、岐阜、13位。 25志が12位、26京都1位優勝17回、1984年、1988から92年、1996年、2002年、2005から9年、2011年、2014年、2017年、2020年、 27大阪1位優勝3回1993年2012年2015年28兵庫1位優勝4回2001年2003から4年2018年29奈良12位30和歌山5位31鳥取12位 32島根23位33岡山1位優勝1回2010年34広島3位35山口7位36香川13位37徳島12位38愛媛8位39高知16位 40福岡1位、優勝1回、1999年41佐賀11位42長崎1位、優勝1回2000年43熊本1位、優勝1回1997年44大部10位45宮崎4位46鹿児島1位 優勝1回1986年47沖縄36位大会記録2時間14分55秒神奈川2013年31回大会都道府県名の前の数字は絶景ナンバー